マガダンはロシア連邦の都市。マガダン州の州都、オホーツク海に面する海港都市である。港は5月から12月まで使用可能。造船や漁業が盛ん。人口は89,200人。郊外にソコル空港を持つ。例人通り20世紀初頭からロシア帝国は、 極東での資源探索を進めており、現在のマガダンから3 0 0トル北のコリマ川上流に金の鉱山を発見していたが、厳しい気候と不便な交通から開発は進まなかった。ソビエート連邦時代になって、コルイマの開発計画が立てられ、オホーツク海北部のタウイワン王の長不湾に港を作って、コルイマへの玄関とすることになった。 こうして1929年に長江府湾岸の現在のマガダンの位置に町が建設された。この町は極東の強制収容所や強制労働の拠点になった。1932年にはマガダンに流刑者の強制収容所が建設された。その後、300km 北の古今鉱山への道路が作られ、さらに 1700km 離れたヤクウツクとも、 道路で結ばれて、次第に市街地が形成された。1939年には正式に市となった。1953年には新たに設置されたマガダン州の州都となった。スターリンの時代には、流刑者はまずインディキル加工などの誤送船で、マガダンに送られ、強制労働に従事するべく、ここからシベリアの各地へ送られていった。1996年、 犠牲者を悼む、慰霊碑、悲しみのマスクが建設された。その後、ペレストロイカによる対外解放の進展に伴い、外国人に解放された。経済混乱や僻地であることから、人口の急減が起こり、1989年に15万人だった、人口は2008年に9.6万人となっている。 シベリア鉄道のスコボロディの駅から、ロシア連邦道路 A360 がその終点のヤクーツクまで来ていて、そこのレナ川対岸の22ベスチャからマガダンまで、ロシア連邦道路 R504 が通じている。マガダンへの鉄道流とはなく、市内交通はバスが、もっぱらの足である。ソコル空港からは、ウラジオストク便やモスクワ便などが運行されている。また、冬以外は、 海運も盛んである。マガダンイタリ生産者大聖堂。マガダンには地区の人類学博物館、地区の地質学博物館、町の図書館などがあり、また大学もある。町中にはイタリ生産者大聖堂がそびえている。また最近カトリックアンカレジ教区に属するカトリック教会もできている。エルンスとネーズベスヌイの巨大な彫刻、悲しみのマスクもこの町の丘の上にある。 マガダンは過去に強制労働キャンプの場所でもあり、バルラーム・シャラームフの小説でも扱われていて、またミハイル・クルークの歌にも出てくる。マガダン付近のオホーツク海1945年にソビエトが対日参戦し、多くの日本人の将兵や民間人がソビエト領内に連行されるシュベリア抑留が発生すると、マガダンはその遺入地となった。日本人はここから、 コリマの近郊などに送られ、多くは現地で死亡することになった。その後、1991年になって、日本政府の遺骨調査団が初めて訪問した。2003年には、日本人の自転車冒険家、安藤博正が、ロシア北西部のバレンツ海沿岸都市ムルマンスクからマガダンまで陶器にマウンテンバイクで横断し、帰国後には第8回、上村直樹冒険賞を受賞した。 現在では、マガダン国際教育大学と北海道教育大学との間で協定が結ばれ、教職員や学生の交換留学が行われている。その後、マガダン国際教育大学を九州合併した北方国立大学では、日本語講座も開設されている。ありがとうございます。